こういったキューミックのフォルムからデザインキューブを加えて、このフォレスターの高さを表現しようとしています。パートアップレポーターの井上ひかりです。今私は新型フォレスターの発表会に来ております。そして本日は開発責任者の布目さんにお話を聞きたいと思います。よろしくお願いいたします。こちらの新型フォレスター、ズバリ一番のアピールポイントはどういったところになるんでしょうか。アピールポイントたくさんありすぎるんですよね。一つはやっぱりお仲間とか家族で楽しんでいただけるパッケージングであるとか性能であるとか、そういった分野に、比較的性能の向上を持ってきてますので、皆さんが快適に乗っていただける車に仕上がったと思ってます。それが一番だと思ってます。そして今回ハイブリッドの e ボクサーも導入されまして、すごく興味深いモーターアシストなんですが、こちらをスバルの AWD と組み合わせた時のメリットなんかはあるんですか。今回のモーターの使い方って従来の使い方からはちょっと思考を変えたんですよね。でモーターは非常にレスポンスの良い動きができるので、例えば悪路で、悪路を探りながら走りたいような時に、動かしたいだけタイヤを動かせる。で今までの車ってなかなかそれができなくて、少しオーバーに動かしてしまうとか、そのコントロールの難しさがあったんですけど、今回のこの e ボクサーは非常にそのコントロール性が高くて、扱いやすい、アクロでも扱いやすい車に仕上がっています。そういったところにモーターを使いました。また今回ターボモデルが代わりになくなりまして、先代の方見てるとターボ乗ってる方も多かったかなとは思うんですが、これなくした意味などはあるんですか。ターボモデルってやっぱりスポーティーだと思うんですね。で我々そのターボモデルがどのバリエーションでも全てなくなるっていうことではなくて、例えばこのフォレスター SUV っていう車で言うと、そのスポーティーって他で表現できないかっていうことを我々は考えました。なのでアクロで使いやすいトルクであるとか、そういったものを狙った 2.5 リッターだとか、ターボだと例えば2000から2500回転以上のターボの領域があるんですけど、もっと低い領域でしっかり使ってもらえる e ボクサーであるとか、スバルとしてその新しいスポーツとして、提案を込めて今回は作ってみました。ターボ今後の投入する予定なんかもないですかね。どうなんですかね。こちらはちょっとお楽しみにということですかね。はい。フォレスター日本だけでなく世界中でもものすごく売れてる車だと思うんですが、日本のものと海外仕様のもの、スペックに違いとかはあるんですか。大きな違いはないんですけど、展開するバリエーションが若干異なっているので、例えば今回の e ボクサーはアメリカに展開してないんですけども、やっぱりその市場環境に合わせた仕様で展開してますので、基本はこの日本で展開したものを海外に展開しているイメージで考えていただければ結構だと思います。やはり世界で通用するように車作りをしているということですかね。はい。野上さんご自身は何の車にお乗りなんですか。いろいろ乗ってます。いろいろ乗っている。はい。SUV はお好きですか。 SUV も好きです、もちろん。今スバルすごいアクティブライフ訴求していると思うんですが、野上さんご自身がこちらの新型フォレスター手にしたらどんな休日を過ごしたいと思いますか。そうですね、私もほら子供が成人しちゃったので。あ、そうなんですか。自分で楽しむように乗りたいと思います。アクティブに過ごせる車、はい、ということですね。ということで本日は野上さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。